日産プリンス三重販売 EVSV の松野です。お疲れ様です。お疲れ様です。あの会議室に呼び出されて、はい、はい、今日何するんですか？今日はですね、はい、もうすぐ2022年も終わりということで、はい、そうですね、ちょっと今年1年を振り返りましょうっていう。今年、春からの、春から実際に YouTube を投稿し始めたのは、はい、6月、まあ、6月からなので、はい、約半年ちょっとにはなりますけども、はい、半年早いですね。本当に早いですよね。でもそう、 YouTube 初めて、あ、でもそのまあ動画で結構今やったことないじゃないですか、今まで。撮られるっていうことが、あ、撮ったこともなかったですけど、撮ったこともなければ撮られることもないんで、はい、あの最初の頃は本当にどうしていいか分かんなくて、もうなんか一本撮ったらもうすごい疲れてましたね。疲労困憊、はいはいはい、し、でもその、まあ、ノリと勢いにで耐えきれなくてボツになったりとか、はい、うん、あったんで、とかあとね、まあでもよく言われるんですけど、動画でも仕事中でもプライベートでもキャラ変わんないって言われます。本当に変わんないですよね、うん、よくそのまま出れるよなっていうのは言われますね。なんでまあ楽しくやれてるんでね。そうですね、うん、あの結構でも言われるんだ、最初の頃は車の中で寝る人やみたいな、はい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 はありましたね。最近ちょっと寝てないんですけど、はい、あの広さをねこう伝えるのに、はい、まあ身長が僕は177です、はいはい、190いくつとか言ってますけど、はい、177センチ、はい、だから寝たら寝れるぐらい広いよっていうのをアピールするのに、うん、まあちょっと横たわってみたり、はい、まあ、さくらのね後部座席の足元も広いんで、はい、横になれるよとか、はい、アリアの足元ってすごい広いじゃないですか。めっちゃ広いですよね。めっちゃ広いんですよね、本当に、はい、これ寝れるぐらい広いんじゃないかっていうのを僕言ったんですよ、はい、じゃあ実際寝てみようみたいな。寝れるぐらい広いって言われてもね、寝れるかどうか分かんないんで、じゃあ寝てみようって言って寝たら、まあ、なんか頭おかしい人やみたいなね言われ方をする。最初よく、あ、でも今でも言われますよ、車の中で寝てる方ですよねみたいな。まあ、でもそれぐらいインパクト強いってことですからね。はい、もうすぐ動画が50本、50本弱ショート入れてね、はい、いろいろ、まああとはねいろんな動画他に入れてもらうんで、はい、大体50本、約50本撮って、じゃあまあその約50本撮ってきた中でですよ、うん、まあ、もちろんその、 あの松野さんが出てないそのショートの動画であったりとか、まあまあ、いろいろありますよね。あるんですけど、石垣さんとか、そうですね、もっちゃんとか、はい、僕ね実は EVSV 森さんとかに、ね、はい、出てたりあるんで、ね、なんですけど、はい、こう今まで撮影してきた中で、うん、もう撮影の、撮影してるところから、うん、まあ、その動画の出来まで全部ひっくるめて、はい、何の動画が一番心に残ってますか？心に残る、印象深いとか。印象深い、はい、あ、トップ3にします。トップ3、あ、トップ3にしましょう。トップ3、どっちからいく？マサトさんからいきましょう。 3位から。僕のまあ3位、はい、アリア。どのアリアですか？外装内装のアリア。あ、最初、一番最初っていうのと、はい、まあ、結構まあ自由にやってたんで、はい、しょうもないボケも挟みながら、はい、あれは結構今でも気に入ってる、はい、ちょっと恥ずかしくてもう見れないんですけど。アリアはやっぱり最初に撮ったんで、まあ、EVSV やし、そうですね、アリアでね、まあその寝転んでみたり、はい、まあ、今とそんなにテイストは変わんないかなと思うんですけど、うん、ね、まあ、初めて撮りましたで社長にね、まあ、フィードバックをいただこうと思って見ていただいたら、はい、ボケが中途半端って言われました。結構ショックはね、はい、ありましたね、はい、ありましたね、はい、っていうのも含めてやっぱ最初っていうのもあったんで、はい、まあ、これは3位に入ってくるかなと、はい、ちなみに独の松の最予想は、あのエクストレイル、あー、本社、いや、市場です、市場、はいはい、はい、うわーね、全然ね、県外です。
入ってこないですね。逆にじゃあ伊藤くんのサインは。僕はもう全部の動画ですからねこれ、はい、僕はもっちゃんのガレージも動画です。バズったびっくりしました、はいはい、こんなことになるんやなと。あんな行くと思って、はいはい、そこがサイン。僕予想、伊藤くんの予想はビソンやと思ってます。あビソン、あまあまあそれはまあまあちょっと置いといてね。置いといて、置いといて、置いとくんですか、はい、僕のね、はい、もう言いますね。僕2位がビソンなんですよ。あ当たりました。当たりましたビソンはね、ビソンやな。さくらのカタログの撮影地がビソン、三重県の商業施設のビソンさんっていうことで、はい、内容的にも、まあ、トラブルあって、音声トラブルがありましたねあったりとか、あとあれ何月やったっけ、取りに行ったビソン、ビソン取りに行ったのは6月末6月やんね、はい、めちゃくちゃ暑くて伊藤くんと黒子の酒井さんがもう熱中症になるっていう、過酷な一日だったわけですよね本当にその度はもうご迷惑をおかけしまして、まだ見てない方ぜひ見ていただきたいなと思います、はい、僕の2位これです、はい、伊藤くんは。僕の2位はこれが1本目の動画です。あそこに、やっぱりこうね、はい、まあ、もちろん松野さんもそんな撮られたことって今までなかったと思うんですよ、はい、で撮ったことないし編集もしたことなかったし、本当に初心者の状態から初めて動画ができたんで、こうねやっぱいろいろありました。思い入れのある、はい、もうあそこがだって原点ですからね。本当初心者なんで全員ね、まだあれです、まあまあ、半年です。半年なんで本当に半年なんで、もうよくできてましたね。あれは、はい、僕の喋りの内容はちょっと置いといてね、適当やなシャーラとかねズドーンとか言ってますからね。いや僕もパコン言ってましたからね。パコン言ってますね、はい、まああれはやっぱ入ってきますよね。入ってきますね。じゃあ2位予想なんでした。限界チャレンジ。どっちの。アリア。地獄のような、地獄のようなね、地獄のような、あれはあれでまあ楽しかったですけど、2位が1本目、僕の1位、はい、メカチャレ。メカチャレはもうその全てひっくるめてひっくるめて、はい、ふっくるめないひっくるめてヒート風間違うことある全て含めてだね、はい、ひっくるめてメカチャレが。確かにあれもね、もうすごいね、大変でしたからね。2日がかりで、まあ、あとはそのね、はい、いろんなやっぱこうどっちかというとその大人の世界が苦手じゃないですか。あまりね。僕そうですねとか言えないんですけど。伊藤君がその辺はしてくれるんですけど、なんかこう取材申請だとか。ああはい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 。ね、こういろんな大人の方が絡むのは正直苦手なんですけど。はい。まあ、すごいいい経験できたなと。そうですね。あと。ね、まあそのしかも今年優勝してるじゃないですか。そうなんですよね、もう本当にすごい。スーパー GT のね300で、はい、日産メカニックチャレンジ号が、はい、優勝したんで、やっぱそういうのも含めて、うん、いうところかな。メカチャレンジ、伊藤君じゃあ何なん1位ですか、うん、予想メカチャレやったんやけど。はい、メカチャレじゃないです。メカチャレももちろんいいんですけど、うん、違うんです。いや、1位が僕アリアの限界じゃないですか。そこが1位。やっぱりめっちゃ楽しかったもんな。いや楽しかった、まあ、楽しいも、まあ、もちろんそうなんですけど、連結しそうになったじゃないですか、うん、本当に、うん、本当に連結しそうになったのが、あれが強すぎて。もうだって、まあ、運転はまあ待つのじゃないですかはい、まあまあテンパってたと思うんですよ2人ともね。でも横で伊藤君もうなんかあれですよね、もういい絵撮れるわぐらいの、はい、ネタもろてますやんぐらいの感じで楽しそうやったのは覚えてます、ね、本当にやばかったですよね、あれ。いや、まあそのね、一応まあ限界チャレンジとはいえ、はい、最低限のね、はい、もう無理やったら無理って諦めるポイントがあるじゃないですか。さすがに本当に連結してもうご迷惑かけるんで、一般道ですからね。そうそう、こう高速で止まったらシャレにならんし。そうですよね。降りて一般道でも止まったらやっぱちょっとご迷惑なんで、はい、にしても限界まで攻めすぎましたね。限界まで攻めたっていうか、うん、
あれ動画見ていただくと分かるんですけど、うん、あの息の段階で 50% 以上残ってたじゃないですか、日本の松原。そうそうそう、それであんななると思わないじゃないですか。まあそのいろんな条件がね。そうですよね、うん、ビンゴカレージさんやってなかったら多分ね終わってましたね。終わってましたね、はい、あと今年ちょっと目標やったその登録者数、チャンネル登録者数、はい、1000人ありがたいことに、はい、超えましたもん。ありがとうございます。皆さんのおかげでやっぱこれ嬉しいですね。めちゃくちゃ嬉しいです。めちゃくちゃもうびっくりしたね。びっくりしました。あの11月ぐらいからの伸び方半端じゃなかったんで。もうこれはもう黒子の酒井さんのおかげってことで。黒子の酒井さん。いやあのねまあもっちゃんのおかげでもあると思うんですけど、やっぱまあ伊藤君と、はい、まあ、酒井さんもねいて、石垣さんもいて、みんなでできた1000人じゃないかなと、まあ、通過点として、はい、はい、まあ、これはちょっと嬉しかったですね。そうですね、はい、こんな感じですね2022年。はい、来年どうする？いや来年僕ちょっとやりたいことがあって、はいはい、まあこうに今お話あったように登録者もありがたいことに1000人超えまして、はい、ということでですね、はい、僕がやりたいなって思ってる企画が、はい、多反社さんでもちらほらとあのやっていらっしゃるところはあるんですけど、はいはい、コラボ企画。ああコラボ。お相手は、言っていいのこれ。そうですね。例えば。例えばどこでやりたい。神奈川日産さんとか。神奈川日産さんか。キングキング。ああそう、あのやっぱあるじゃないですか。僕らが始めるにあたってやっぱベンチマークっていうかね。はい。こうまあなまあ、ちょっといい意味で衝撃をね僕も受けて、はい、知らなかった。僕本当 YouTube 始めるまでその多反社含め YouTube を見たことなかったんです、そのディーラーの。はい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 。なんででまあ神奈川日産さんやってるっていう、まあ、菅野さんを見てね、はい、まだお会いしたことないんですよ、はい、菅野さん見てああ俺無理やなと思ったもんね、はい僕の中でもちょっと別格っていうかね、はい、あのやっぱ素晴らしいんでやっぱちょっと憧れなんでぜひね勝ちに行こうか。いやだからルーレスじゃないんですよまあなんか面白いことできたら、あそうですね、ぜひぜひあの神奈川日産の方々見てる方々見てるかも分かんないですけど、はい、はい、ぜひお願いします。お願いします。他何かありますよ松野さんは。こうオリジナリティ、はい、今出てるかどうか分かんないですけど、はい、もう出してもっと出してね。でそこの中で僕やっぱまあ三重県が好きなんですよ、はい、田舎ですけど地元ですからね。地元がねすごい好きで、はい、なのでまあその三重県の良さをね車で、まあ、もちろん日産っていうものがベースにはあるんですけど、車っていうものもベースにはあるんですけど、まあ、そういう三重県の、まあ、人であったり、はい、場所であったり、はい、まあ、去年とか今年この2022年に行くとそのビソン行ったやとか、はい、鈴鹿サーキットもそうなんですけど、それ以外にもこういういいところ、いい人、面白い人、面白い場所を三重県の良さも車と絡めて出していったらなと、うん、っていうのでもう企画名まで考えてあります。はい、じゃあ言うの？え、あ、言いません企画名まで内緒です。企画名はまだ内緒だそうです。内緒でもう今構想はすごい、何やったら昨日も、はい、撮影行ってきましたからでまあ車と絡めてこう三重県の良さをアピールできて、はい、2023年終わった頃にはどうですかね、もう三重県観光大使任命されるぐらいこう三重県のね良さをいろんな方に広がっていったらいいなと思いますので、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。引き続き2023年も日産自動車と日産プリンスミア販売、あと日産プリンスミア販売の YouTube チャンネルをよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、はい、この動画を見ていいねと思った方はっておるかな面白かったなとか、はい、いう方は高評価ボタンを押していただくと励みになりますので、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。LINE、インスタ、ツイッター、
もうチェックしていただいて、フォローしていただいて、本当寒くなってきたんで風邪などひかないように気をつけていただいて、はい、2023年も皆さんで楽しい1年にしていきましょう。はい、はい、来年もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。